とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい装備を使っていこうと思います。これ、ハイランドアックスですね。理想系のエンチャがつくと、それなりに強くなるっていうのが分かったので、これも使っていきたいと思います。まあ、斧、剣、メイス。まあ、そこら辺って大体性能一緒ぐらいなんですよ。で、ハイランドアックスは結構微妙な部類に入るんじゃないかなと思ってます。エンチャがもともとスタンがついてるんですけども、スタン1って 5% なんですよ。5%。5% でスタンさせて、あんまり意味がないのかなと思うんですけども、まあやってみましょう。エンチャはこっちが、追い打ちがいいかな。で、リフレッシュ。で、ここよ。待ち伏せは、スタンとの相性がいいんだけども、5% でスタンだからね。確実にスタンすれば、45% のダメージボーナス入るんで強いんだけども、まあ、ここはクリティカルでしょう。ということで、いきます。それでは、ここをサクッとクリアしちゃいましょう。締めっぽい洞窟。ちょっと待って、こいつらこんなに HP 高いっけ？違う、そもそも、俺の攻撃力がないのか。いや、全然倒せなかった。よし。まあまあまあ、やっぱ、ドラはね、絶対必須だよね。やばい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 、危ねえ。でもまあまあ、当たり前だけど、パワーショポーション取ると、そこそこいけます。当たり前だけど。で、スタンはしない。やっぱり 5% だわ。5% なので、スタン率が低いね。もうちょっとね、ガツガツスタンしてくれれば、いい感じなんだろうけども、やっぱり 5% じゃそもそもしませんね、スタンを。いや、自分のね、攻撃力が 30% ぐらい減ってんのかっていうぐらい硬い。もう、いや、でもまあまあいいよ、いいよ、いいよ。こんなもんさ。OK。勝てよし。OK。ポーションバリアが効いてる間に、なんとか、倒して、先に進みたい。あれだね、レッドストーンキューブが、硬いんだ。こいつの。HP が高いのよ。だから仕方がない。おっと、よし。ここね、たまに落ちちゃうんでね、気をつけていかないといけませんね。じゃあ、まあ、最後のね、この回転攻撃、これで全体をね、一気に攻撃できるっていうのは、いいよね。そこは素晴らしくいいと思います。いけるか。よっしゃー、ギリギリ。いきまーす。今回、あれだよね、自分の HP が減ってるだけで、敵の HP 増えてないもんね。やっぱりちょっとね、火力不足はある。火力不足はあるし、スタンがあまり入らないっていうのもある。ただ、まあ、そこそこのエンチャを選んでいけば、使えなくはないかな。使えなくはない。一応倒せるし、ドラでガシガシいけるんで。まあ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 、いけるにはいけますね。はい、ということで、戻ってきました。今日はね、これ、ハイランドアックス使ってみましたけども、ちょっと問題点はありますね。まず、スタン 5% なので、ほぼほぼスタンしません。で、ダメージがちょっと低い。だから、ドラは必須になりますし、まあ弓で、虚無がついてる弓。あれがあると、もっと、マシになるかもしれません。ちょっとね、使うにはハードルが高いやつですね。まあ、攻撃速度は早めなので、
まあリフレッシュプラス、輝きも入れててもいいのかな。でもそれだったら火力が低くなるしな。ちょっと悩むところがたくさんある装備ですね。もうちょっと厳選やってみます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。